さあ、もう高野選手同門の2人ですし、はいはい、兄弟対決なんていうのはもう気持ち一番分かると思います、はい、そうですね、やるもんじゃないですねですけど、いやでも、はい、2人ともあのテクニックあって本当にあの今一押しの選手ですよ、本当にクレスの中で2人ともそうなんですよね、はいはい、左ミドルから、これお兄さんの赤いグローブ春馬がサウスポースタイルから鋭い攻撃、オーソドックススタイルはプロ一戦1 KO 勝ちのユーマです。これノイリ選手、もう率直に伺いましょう、どこ楽しみにされてるんですか？そうですね、エキシビジョンとはいえ、なんていうんですかね、その技の見せ合いだったり、はい、ちょっと本気になっちゃうところだったりが楽しみにしたいなと思いますね。絶対だってもうこれ男対男ですもんね、男の子。そうですね、そのお兄ちゃんからしたら弟には負けたくないぞっていうのもあると思うし、弟からしたらここで一発当ててお兄ちゃんの顔を潰してやろうみたいな感じのところもちょっと見たいなと思いますね。ユーマがもう語ってましたね、その倒せるのここぐらいしかないだろうなっていうふうにおーおー、これも右のパンチで詰めていきました。そう来るかっていうふうに小谷選手ちょっとユーマの表情見えますね。行ってほしいですね。でもお互い連打ありますが、春馬ってすごいですよね。春馬のがちょっと強めにやりますね、やっぱお兄ちゃんなんでやっぱ出ますね、兄弟感が。広高選手のことちょっとこうよぎりますか？はい、よぎりますね、やっぱ兄も強くやってくるんでやっぱり練習中、練習中でもガンガン強くやってきますね。へえ、はい、やっぱりあるんですかね、これを見てても思いますこの兄弟もそうかそうかってなりますね、ちょっと弟なんかっていう感じしますね性格的にはどうなんですか2人って？あこの最強兄弟ですか？はい、最強兄弟はでも弟の方がふてぶてしいですね。ハルバは優しいです。優しいですね、本当に。あ、そうですか。そこは浦部兄弟とは逆です逆です。ノイリ選手いろいろ聞いてみるもんですよね。そうですね、はい。やしかしここもノイリ選手もうちょっと容赦なくっていう風にお兄ちゃん見えますね。そうですね、やっぱり弟にはいい顔させないぞっていうのが戦いながら伝わってきますね。こう一生そうなんでしょうね。多分そうだと思いますね。残り時間30秒、もうあっという間にあと30秒。でもクレストでは高野選手、はい、こういう練習がもう日々繰り返されているんですね。そうですね、もうここから普通にガチンコスパーをやってますね。本当にこの2人はトップ選手とも全然できちゃう実力があるので、は本当にすごいですよ。もう練習相手にはこれこと書きませんもんね、はい、左ハイの春馬、ユーマもプレッシャーをかけてパンチ、最後に右を打ち込んでいきました。ここでゴングが鳴らされています。いやー、ノイリ選手の目にどう映ったか教えてください、はい、そうですね、やっぱり試合終わってユーマ選手の顔を見たらクソやられたなみたいな顔をしてたんでやっぱちょっと悔しいんじゃないですかね。ねえ、そうですよね、もうほとんど、あ、今ようやくニコッと笑いました。そして優しいというお兄ちゃんにふてぶてしいという弟ユーマさあ、これ言葉がありますか？ありがとうございました、それではですね、皆様に素晴らしいエキシビションマッチをご堪能いただきましたけれども、ここでスペシャルゲストをご紹介したいと思います。もう皆さんご存知だと思います、 K1 甲子園時代から彼らのことをですね見続けております、 K1 公式サポーター関根勤さんです。皆様大きな拍手をお送りください。どうもこんばんは。どうも関根勤です。今日お忙しい中ありがとうございます。本当にございません、もういつも見たくて、もう毎大会いらっしゃいますからね。毎大会来てますね、本日もこのお二人のエキシビションマッチご覧いただきましたけれども、いかがでしたか？はい、迫力ありましたね。やっぱり兄弟対決になると
お兄さんがどうしてもやっぱり負けられないっていう気合が出てましたね。そうですね。あの、結構お兄さんの方が強めに行かれてましたけど、春馬選手やっぱそうでした？どうでした？そうですね、やっぱじゃ裏ではいつも通り言ってたんですけど、やっぱりいつもより強くやっちゃいました。なんか優馬選手の方がちょっとね。お兄さんどうでした？いや、強かったです。そしてですね、はい、本日お上がりいただきましたのはですね、はい、なんと明日なんですけれども、明日の午前中、はい、11時15分より、ね、はい、毎週放送されております未来モンスターの方で、フジテレビですね、はい、はい、で未来モンスターで、弟のね最強優馬くんの方が特集されるということで、はい、特集しました。どうでした放送、もう収録はされたんですかね。もう収録はいたしまして、うん、どうでした？スタジオ盛り上がりましたよ。あ、そうですか。まあ、だってクレストの、ね、先輩のね、はい、タケル選手の、まあ、インタビューとか、うん、それから浦部博隆選手がねスパーリングパートナーを出てね、はい、勝手出たりね、はいはいはい、そういう模様、それからそのコメントも言ってますし、はい、なんといってもねお父さんがね、はい、すごいインパクトあるんですよ。そうなんですか、はい、お父さんが。優馬さんそうですか、お父さんの方。そうですね、そんな感じですね。お父さんインパクトあるよね。インパクトあります。インパクトあります。この2人の雰囲気とまた違うんですよ。そうなんですか、はい、もうね、結構なんか寡黙なというか。そうなんですよ、なんか静かなイメージですけど。お父さんはすごくね、だから未来モンスターなんだから早くうちの息子やれよなんていうね。そんなコメントも言ってね、すごく面白かったですね。ぜひ明日ですね午前中、はい、フジテレビになりますけども、11時15分から。そうです、はい、はい、ぜひ皆様ご覧いただきたいと思います。ね、大丈夫でした撮影の方は？あ、そうですね、まあ問題なくできたんですけど、ちょっとなんか恥ずかしいですね。なんかインパクトあるお父さんの子から生まれたとは思えないですけどね。大丈夫ですか？大丈夫です、はい、ね、やっぱりカメラがついて回るじゃないですか、はいはい、私生活とかも。それとそしてデビュー戦もね、またカメラ撮られてるわけですよね。でやっぱそのプレッシャーをね感じながらもね、ちゃんと勝ったじゃないですか。あ、その辺がやっぱり未来モンスターなんですよ。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そしてですね、はい、優馬選手はもう次戦が決まっております。来たる6月18日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催します K-1 グランプリの方でですね、2戦目が決定しております、ね。意気込みの方をぜひ。はい、はい、まあ4月の試合通りにしっかり練習して1ラウンド K を狙っていくんで注目お願いします。もうちょっとお腹から声出した方がいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。16歳ですから、はい、本当に一日一日ごとに強くなっていくと思いますよね、うん、ぜひ期待していただきたいと思います、はい、明日そして6月18日ですね、はい、ありがとうございます。さあそして春馬選手、春馬選手もですね、はい、6月18日、はい、大一番が控えております、はい、クラッシュアンダー58キロチャンピオンの小澤海人選手との一騎打ちが決まっております。関根さん、はい、注目の一戦です。ここは注目ですね、うん、もうこの階級のですね、注目選手が激突します。そう、楽しみですよね。はい、ありがとうございます。盛り上げてくださいね。盛り上げます、まあ小澤海人選手がああいう風に来ますけれども、どうですか春馬選手。まあ今までにないような相手なんで、まあいろいろ言われましたけどやっぱ気合入りますよね、ああやって言われると。はい、今日みたいな感じで前へグイグイ出ればいけんじゃないの。そうそう、あとスタミナつけてしっかり3ラウンドいけるように頑張ります、ぜひ楽しみにしております。はい、その他にもですね、6月18日は楽しみな一戦が組まれております。関根さん、はい、いろいろありますよ。ました、ね、ありますよ。しかもチケットもかなり売れてるそうです。そうなんですよね、もうすぐ売れちゃいますよ。はい、はい、もう最近は1ヶ月前に売り切れるのが常となっておりますので、ぜひ皆様、はい、お早めにお買い求めいただきたいと思います、それではですね、お二人にですね一言ずつ今回次の大会に向けての意気込みをいただきたいと思います、はい、まずは春馬選手お願いします。次はそうですね、同じ階級で、まあ、トップクラスの小澤海人選手が決まってて、まあ小澤選手の方が勝つっていう人多いと思うんですけど、まあ僕は勝つ気しかしないんで、しっかり KO で倒します。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そして優馬選手お願いします。はい、自分もまあしっかり練習して、まあみんなのインパクトに残るような試合するんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございますね。明日の放送、そして6月18日優馬選手ご期待いただきたいと思います、はい、それでは両選手にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。頑張ってください。どうも。